チュース。ピースオブケークの翔太です。りょうくんです。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、はい、ゲームの日ですよ。はい、毎週日曜日の今日はね、僕が持ってきた僕が勝てそうなゲームを。腕相撲？腕相撲さんも負けるそうで。いや、逆に、はい、マジ弱い。僕も相当弱いです。でも多分パンチ力だったら負けないです。うん興味ない。興味ない。あ、なんやねん、なんやねん、まあ今日持ってきたゲームは、はい、早速発表しようかな。じゃあ今日はね、こちらです。じゃじゃん。ぶっ飛びタワーゲームミニオンでございますと。なんかね、このゲームね、バランスとかそういう系かもしれないですよ。だから俺は普通にこれ買ってきたんですけど、うん、違ったらなんかすいません。ボールが落ちたらドッカーン書いてあるけど、あ、でもドキドキのバランスゲームって書いてあるよ。そっか、ならよかった。バランスゲームなら僕が勝ちますと、うん、はい、対象年齢4歳以上。大丈夫？ 4 歳いってる？4歳超えてる、超えて、おい3歳8ヶ月早いな、まだな、まだ早いな、うん、まあ、泣く？泣いちゃうぞって。お、出た。ニャンチューだけ、それなんでやねん。全然ちゃうやん。ニャンチューもズブとくかしてる。あ、そっか。まあこれどんなゲームかは後でさっさんが説明書を読んで知ってる雰囲気でお届けすればいい。そうそうそう。ということで、はい、今日はぶっ飛びタワーゲームミニオンをやっていきたいと思います。イエイ。じゃあ早速やっていきますか。はい、それでは最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。なんか準備ができた、うん、金の玉、うん、なんか準備ができた。遊び方、え、何？でもですよ、ゴールデンボールがどうしたって。ゴールデン、おおおおおおおはい、じゃんけんなどで順番を決め、一番の人はサイコロをもらいます。サイコロというのはこちらになっております。こちらになっております。このサイコロの目、スチュワート、ケビン、ボブ、オットってまずね、4体のサイコロの目があるんですね、こうやって、はい、で、スチュワートというのが出たら、これがね、スチュワートというのが、で、ケビンっていうのはちょっとこの細長いやつですね。ボブっていうのは一番多分見覚えのあるような。オット、いや、もうだいぶあんこで、サイコロということは6名あります。はい、その他に好きな人形を一つ選ぶっていう、どれでもっていうのがあります。はい、でもしくは人形を乗せないで次の人の番へというパスっていうのがあります。サイコロをもらった人はサイコロを振り、出た目の人形を、まあ、このフロアから選んでプレートに乗せます。これね、一周あるんで、うん、プレートが8枚あります。はい、ただし2体しかいないわけですよ。はい、あの、このオットー君とかも、オットーで、オットー君がもう2体乗っかってる場合、オットー君がサイコロで出てしまったらどうするか。登ってるどちらかを持って動かします。空いてるとこに移せと。はい、はい、なので、人形を動かした後ボールが落ちなかったら次の人にサイコロを渡します。はい、はい、じゃあボールはこの上にこうやってセットしておきます。はい、はい、でサイコロをもらったら同じようにサイコロを振って、それを繰り返していくと。サイコロをもらって次の人にサイコロを渡すまでにボールが落ちて人形がぶっ飛んでしまったらその人の負け。 OK です。速攻で渡したろはいはいってそういうこと、ね、スピード勝負ですよ、うん、まあじゃあやってみますか。それでは早速やっていきましょう。はい、まずこのゴールデンボールを乗せます。うん、黄色だけどな。最初はグー、ジャッキポイ、はい、りょうくん。で、え、時計回り、たこえ回りでいいですか。時計回りで、どうした、たこえ回りってさ。出会わせ、はい、じゃあ行きます。はい、1投目どれでも、一発目ボブで行きます。はい、おー、攻めるね。どれでも、じゃあちょっとあんこくんに、ケイちゃん、おお、怖っ。いきます。
おっとです、マジで。ここでおっときつくね。セーフ。うーわー、はい、これ、はいはいはい、アウトだろうな、もう。ケビン、細長いやつですね。おお、怖え。ボブ。ボブか。これがこっちに行ってるところはこっち側だけど、そう、どっちに固め。さあさあ落としますよ。もう落としますよ。落とさないです。うい。パス。え、どれでも。セーフ。はい。もう顔ぶつかってくる。ドーンって。スチュアート。スチュアート。こいつ？あ、こいつだ。おお。が2体の。すごいなお前。よく合わせてきたね。うお。嘘やん。パス。えい。持ってる？オイラ持ってる？ケビン。しかお前か。キミって細長いやつですよね。うえー、やべー、これ危ねえ。パス。はいはいはい、やっぱね、そうやってね、人をそうやってやるから自分のところに来るんすよ。あー、ちょっとケビンだ。うわ、ケビン両方勝ちっす。うわ、ケビンじゃんか。でもこのケビンは元のとこに戻せばということで、これがね、うん、簡単モードだったので、じゃあ難しい方に変えます。チェンジ。簡単の方はね、こういう結構深いんですけど、皿が難しい方ちょっと薄くなっちゃってるんだね。はい、ちょっともうだいぶ傾いてるけど、難しいはやっぱ難しいですね。誰から行くの今度？じゃあサッサンからですか。あ、負け戦で。負け戦でしょ。はい。おっとおっと、またケイちゃんかよ。おー、ぶーない。怖い、いきなり怖い。そうやってね、俺の方をまっすぐにしてくれた。怖え。パスパスパス。おっとか。ここのおっとも薄くね。すいません、なんかすげえ面白くなった。回ってくる前に終わったらダメですね。もう一回やりましょう。都合いいかよ。俺最後でいいですよ。何が？俺最後でいいですよ。あのさ、負けといてそのかっこよくやめてもらっていいですか？俺順番最後でいいですよ。あ、ほんと。じゃあいきます。スチュアート。こいつふふじゃねえよ。りょうくんね、潔いんだよね、このに。わ、おっと、はい、終わった。はい、終わりましたよ。終わっちゃいますよ、それで。それで終わる、それで終わる、終われ。終われって。指を押さえんだよ。押さえてやめて。ノーノータッチ、ノータッチ。パス、パス。おっと、おっと、おっと。ボブ。ああ、ああ、あー、おーい、パス。持ってるわ、俺。これやばい。ケビン。あー、なんだこれ。仲間だね。見て、野沢さんの勝ち誇ったから。あのさ、さっきゼロ敗だったのにさ、一気に引きずり込んだの。負の、負のオーラで引きずり込んだっす。まあ、とりあえず今週はこんな感じでやってみました。まあ、来週はバランスゲームじゃないやつをやると思うんで。そうですね、うん、ちょっとね、考えましょう、うん、今まで買った方がいいけどできてなかったゲームがたくさんあるので。そうですね、3人以上とかいうのもあったし、うん、そういうのもそういうのもね、できるんで、しっかりやっていこうかなと思ってます。あの、その前にしっかりトークもお願いします。デキデキじゃねえわ。じゃあ、じゃあじゃねえ。ということで、本日の動画もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい。
それではせーのチャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーのチャオ。